Hey guys, this game was provided to me by my partner PlayAsia. If you'd like to buy the game, you can use one of the links below. And for an additional $3 off, you can use the code R3D. Now, back to the video. まさかこんなところで会えるなんてね。あっちの名前はサムソフト。見ての通りカジコをしているのさ。よろしく頼む。よろしくお願いいたしますわ。こんな風にリアルのお友達と再会できることもオンラインゲームの醍醐味ですわね。お姉ちゃんのお友達？うまくお話できるかな。ビクビク。大丈夫よ、ロムちゃん。お友達なら怖い人じゃないわよ。はじめまして、私はお姉ちゃんの妹でラムっていうのよ。こっちはロムちゃんよ。よろしくね。ロムです。よろしくね、ペコリ。おうよ鏡みたいにうり二つなお嬢ちゃんたちだな。ねえねえ、サムソフトちゃんってどことなく和風の雰囲気を醸してるけど、もしかして刀鍛冶専門？刀もっと強くできるの？ワクワク。いいや、何もあっしは仕事を刀に限定する気はない。強化素材さえ持ってくりゃどんな武器でもちょちょいってもんだ。ということは銃の改造もできるのね。どこまでカスタマイズできるのかしら。ユニちゃんってば目がキラキラしてるよ。攻略には強い武器が必須だろ。仕事があったらぜひともあっしに声をかけてくんな。わかったわ。こっちの世界でもよろしくね、サムソフト。おう。これは失敗だな。花が足りねえ。おっと、もう素材切れか。おーい、ああいうふうにコンパ。今日は生きのいい鉱石入ってるかい？何よ、生きのいい鉱石って。ファジ素材ならさっきちょうどまとめて買い取ったところよ。見ていってちょうだい。おいおい、タムタムはよせやい。それじゃあ、祖父祖父です。祖父祖父祖父。いきなり噛んでるじゃない。まあ呼びやすいんなら何でもいいけどよ。それで今日はどんな鉱石をお探しかしら。練習用の安い素材が大量に欲しいんだ。身銭であるだけ見繕ってくんな。オーケー、ちょっと待ってて。客は入るんだが、あっち自身が自分の仕事に納得いかねえのさ。もっとスキルレベルを上げないとな。練習でできた失敗作ならいつぶして素材に戻しちまうんだが、客の手に渡るもんは一発勝負だしな。失敗作壊しちゃうですか？陶芸の先生みたいです。それならいらない武器はうちで売るっていうのは？リサイクルするよりは利益が出るんじゃない？売り物になんかなおさらできねえさ。失敗作は失敗作ってこった。プロ根性ね。まあもしも練習で粋な感じの武器ができたら下ろしてくれると嬉しいわ。はい、鉱石。いつも通りおまけも入れてあるから。お、気が利くね。また寄らせてもらうよ。